おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はデイリーマインドセットはモラルに欠ける人間とは距離を置きなさいということです。セミンさん、これはどういう意味でしょうか？ミラーニューロンっていう概念がもうみんな本当に分かってると思うんですけど、はい、やっぱりその自分が付き合う人、身の回りにいる人の影響ってすごく受けるんですね。どんなにそれが自分が嫌であっても、気にいらなかったもやっぱりその影響って受けるんですよ、一緒にいるだけで。はい、でなのでその周りに、身の回りに置く人ってのはすごく大事、選択してちゃんと慎重に選ばないといけないっていうのがあって、でその僕が一番嫌なっていうか、その本当にこれは付き合いたくないっていう人がやっぱりモラルに欠ける人だと思うんですよ。でどんなにその変な偏屈であっても、どんなにその嫌な感じがしても、やっぱりモラルが高い人っていうのは、付き合えるかなと思うんですよ、長期的に。はい、嫌なとこでも目をつぶれると思うんですけど、モラルが欠けていて、なんかそのなんていうかな、以前に話したその神様を全て見ているっていうテーマともつながってくると思うんですけど、はい、誰も見てないからいいやとか、そういうことを感じる人はやっぱり すぐに距離を取りますね、僕は。道徳、日本語で言うと道徳ですよね、これ。やっぱりその人間としてその社会で生きる上で、やっぱりそのルールってあると思うんですよね。はい、自分がその我慢なしっていうルールなしの人生でいいと思うんですけど、やっぱりそれは自分、他人にその大きな迷惑をかけないってことが前提だと思ってて、そうですね。そうなので、やっぱりそういうのはなんていうかな、すごく大事なことだと思いますね。倫理観とか人の道とか、徳とか、そんな感じですよね。そうだから、騙したり、人を騙したり、その何かを奪ったりっていうのはすごくダメだと思ってて、はい、だからそういうことを平気でできる人はちょっと一緒にはいたくないですよね。なるほど。高崎さんは結構モラル感っていうのはあるような気がするんですけど、自分ではどうですか？そうですね、でもなんだろう、割と両親が厳しいというか、真面目というか、しつけが良かったっていうのを僕が言うのも変ですけど、なので、特に武道やってなくても、そのなんか年上を敬うとかいうのは昔から気をつけてましたけど、でもやっぱ先生のグループって言ったら失礼ですけど、その、伊勢さんにしろ村上さんみんなやっぱ礼儀正しい方が多いので、それで、そうですね、でもそのやっぱり一つ離れると、やっぱりこのネット業界っていうのはもうめちゃくちゃな世界なので、もう嘘をついたり騙したりとか、そういうのを見てると、あ、このやっぱ先生のこう人望といいますか、がそこ、そういうわけで3分のねサンプル音声を聞いていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか？仙人さんが一番付き合いたくない人はモラルが欠けている人っていうことで、一緒にいる人の影響、ミラーニューロンっていうんですけど、それの強力さを本当に仙人さんは、ことあるごとに何度も何度も強調してね、いろんな教材の中でその話が出てきてます。ロバート清崎さんも一番ね時間を過ごす5人の友人の年収があなたの年収になるとかね、そういうふうに言いますし、日本のことわざでも種に交わればね赤くなるっていうことわざもあるんですよね。量子力学とかそういった科学的なものもこのミラーニューロンの効果っていうのを証明しつつあるというか、そういうことがあるよっていうのをたくさんのねものが言ってるわけですけど、たくさんのもの人、データがねそういうふうに示しているわけなんですけども、僕たち人間っていうのは集団心理の動物っていうか、自分一人で自分の考えを作らない動物なので、一緒にいる、一緒に長い時間を過ごしている人の影響を受けてしまうってことですよね。なんでそれを考えると、やっぱり自分が理想とするような人生を作っている人、そういう人とできるだけね時間を過ごすことが肝要になってくると思うんですよね。だからこそモラルを欠いた人とは一緒にいない方がいいっていうね、今日のデイリーマインドセットなわけですけども、このサンプル音声の中では高崎さんがこの業界はたくさんモラルを欠いている人がいるっていうことで、仙人さん、平さん、
まあ、伊勢さんとかそういうふうな、人から少し外れると本当にモラルを欠いてる人がたくさんいるそうなんですよね。恐ろしいなと思いました。小崎さんはね、結構このもう情報業界でかなり深いところまで人脈を持っていて入り込んでいるので、そうなのかって思った。僕から見たら、情報ビジネス業界っていうのは、まあ、いい人が多いように思うんですけどね。まあ、どうなんでしょう。多分おそらく僕がね、その彼らの裏の顔を知らないからかもしれないですね。そうで、まあ、このサンプル音声の続きが、まあ、今回本当に面白くて、平さんの三大嫌いな人とかね、あと、まあ、逆に平さんが好きな人だったり、小崎さん仙人さんがどんな人が嫌いかだったり、そういったね、こうなんだろう、結構それぞれのね、人格というか性格が見えるような、そんな非常に面白い雑談っぽい感じなんですけども、そんな感じの内容になってました。でフルバージョンに興味がある人はぜひね、この下のリンクをクリックして、そのフルバージョンの入手法っていうのを確認してほしいなって思うわけなんですけども、まあ、そんな平さんと神崎さんと仙人さんの、3人の話を聞きながら、僕自身好きな人嫌いな人って、まあ、どんな人なのかなってちょっと考えてみたんですね。でなのでね、まあ、今から私がね考えた今の私が、好きな人3人、まあ、3大好きな人と3大嫌いな人っていうのを発表したいと思います。まあね、興味がある人がどんだけいるかわからないんですけども、ちょっと発表していきたいと思います。で好きな人は、僕はブッダ、キリスト、そして仙人さんって感じなんですね。で、まあどういうところが好きかっていうと、まあまず常識外れでロックな感じですよね。僕の中でもブッダとかキリストっていうのはもうかなり常識外れ、まあ、当時の常識からしたらかなり異端なことを言っていたロックな人っていう印象があるので、そう、あんま多くの人はね、このブッダとかキリストとかっていうのをロックとは思わないと思うんですけども、まあ、僕の中では結構そういう感じがあります。であとやっぱりスピリチュアルなとこですよね。なんて言うんだろう、自然の法則にすごく忠実というか、自然の法則のすごい深い部分を見抜くというか、そういうふうなところが好きですね。思慮深いっていうのが、考えが深いっていうのが、本質を生きているというか、そういった部分がかっこいいなと思うわけです。そしてまあブッダもキリストも仙人さんも全員ですね、まあ、僕の中ではすごいわがままでありながら幸せそう で何かを極めていて、その上で自分も人も幸せにしている、そういうふうな生き方がかっこいいなと思いますよね。で僕自身も、まあ、そんな人になりたいなと常々思っています。でじゃあ嫌いな人はどんな人ですかって考えてみると、まずは暴力的な人ですね。基本的に僕暴力は嫌いというか苦手で、振るうのも苦手ですし、振るわれるのも苦手、まあ、ただ単にビビりというか喧嘩の経験が少ないというか、まあ、そんな感じだと思うんですけども、なんでやっぱり攻撃を仕掛けてくる人とか、まあ、怖そうな雰囲気を出して威嚇してくる人っていうのは苦手ですね。怒鳴るとか、まあ、肉体的な暴力、まあ、感情的な暴力もありますよね。嫌味、皮肉、批判、非難、そういうふうなことをしてくる人っていうのはやっぱりあまり好きじゃないなと思ってしまいます。で次に、まあ、上っ面な人ですね。なんとなくごまかそうとしてたり隠そうとしてる感じの雰囲気の人っていうのが、まあ、あまり好きじゃないなと思います。で最後に、人をバカにする人、見下してくる人はすごく嫌いですね。見下されるとかなり嫌な気分になるので、やっぱりこうそういう人は嫌いだなと思います。っていうのが僕のね、3大好きな人と3大嫌いな人になるわけです。で、まあ、話はちょっと変わるんですけども、まあ、僕自身自分を知ることイコール成功だと思っているんですね。自分を知って自分の道を見つけたら、もう本当に成功できるんだと思っているんです。なんでこのね、好きな人嫌いな人っていうのを見つめてみると、すごく自分のことを知れると思うんですよね。なんで あなたもね、ぜひこの自分の好きな人嫌いな人、そして、どんな資質が好きなのか嫌いなのかっていうことを、まあ、見てみたらいいんじゃないかなと思ってます。
あなたの好きな人、嫌いな人は誰ですか？具体的な名前と、そしてどんなところが好きか、または嫌いかを列挙してみてください。そうすることで、自分の内面に眠るいろんなものが見えてきます。これ、なんか仙人さんの教材かなんかで、こう好きな人の3人の資質イコール自分の開発されてない才能、嫌いな人の3人の資質イコール自分のシャドウっていう話がね、あったように思うんで、うん、まあそうやってね、自分を知るためにもヒントにもなりますし、もう一つね、これからどんな人とつながればいいのかっていうヒントにもなると思うので、一度試しにやってみてください。ということで、今日も一日頑張ってください。それでは、チャオ。